帯の闇。大吾、どうしたの？いや、なんでもない。どうして？私、調査班よりガッツへ。ニュージーランド沖合の海底で異常隆起が起きています。どうした？起こすほどのことだろうな。映像が出ます。超古代の都市か？人間が作ったものじゃない。こちらリュウグウ、スキャニングデータを送ります。正確にはまだ分かりませんが、3000万年以上は前に作られたものです。まるで地獄だ。オーストラリアに上陸します。1号先行します。速さで勝とうと思うな。大吾、回り込め。了解。
最後は脱出に成功しました。しかしでな、無茶しよんな、ほんま。誰？待ちなさい。聞こえないの？止まりなさい。今度は俺が1号に乗るからな、大吾。はい。あなたは誰？ゾイガーが蘇ってしまった。血を焼き払う悪しき翼。大いなる闇がこの地を暗黒に塗り込めるその使い。大いなる闇、恐怖、破滅、悲しみ、そして無をもたらすもの。それは遠い過去の話、それとも予言なの？地球警備団の団長。私はプログラム、予言などできません。でもあなたは、あなたたちの種族と共に滅びたのよね。滅びの闇が蘇る。クロスノーホワイトはマキシマオーバードライブのユニットがかさんでるから、攻撃機としての装備はそんなに積めない。実戦向きじゃないんだ。それでも構いません。もっと早く、もっと高く飛びたいんです。じゃなかったらあの怪獣には勝てません。分かった。ただし無理はしないでくれよな。レナ、どうしたんだよ。なんで俺のことを避けてんの？俺なんかしたっけ？私、怪獣がここから現れたのは、ここが巣のようなところだったからだと思われます。あの怪獣に寄生性、つまり巣に戻る本能、まあ、それがあるかどうか分かりませんけど、ここを調べる必要が十分あると思います。私も堀井君の意見に賛成だな。超古代文明が滅びた原因も分かるかもしれない。ドルファで行け。怪獣の一匹倒すくらいの攻撃能力がある。俺にこんなものを見せる。ユザラ！光であり人であるダイゴ、答えはあなたの中にある。
カーが現れたわ。追撃にはリーダとレナ隊員が向かうところよ。ハイパワーニードル弾の有効回数は5発。それ以上は無理だ。深追いをしないように。はい、スノーホワイト発進許可狙います。ちょっと待って、失礼しますと。レナは操縦に専念しろ。俺が撃つから。発進。ゾイガーはリーダーたちに任せなさい。くそ、ついてねえな。なんや、俺とアベックそんなに嫌か。そんなんじゃねえよ。来たぞ。僕の計算通りの進路でしたね。よっしゃ。くそ。人間の作ったもんちゃうで。じゃ誰なんだよ。三千万年も前に誰がこんなところに。くそ、早すぎて照準がロックできない。来たか。マキシマオーバードライブ始動。出る装備はしてないはずだ。レナ、もう無理だ。呼び戻せ。レナ隊員、戻りなさい。もっと高く。何なんだよ、何か言えよ。どうして言わないの。どうして一人で抱え込んじゃうの。どうして一人なのよ。ウルトラマンはたった一人で地球を守り続けなくちゃいけない義務でもあるわけ。ずっと一人で戦い続けるの。そんなのひどいって思わない。レナ、私だって光になりたい。光になってもっと高く。義務とかじゃないよ。俺は人間だから、俺がやれることをやりたいだけだよ。私今後ろ見えない。だからいいよ。光になれるさ。レナだって。
ただいま。終わったらデートしよう。